はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、5月の10日火曜日のですね、注目株、注目メーカーだと、今後のですね、私の相場感ですね、日本株を中心に話していきたいなと思うんですが、ゴールデンウィークも明けてね、いよいよ、この後ね、日本株が岸田総理のね、話しているような、日本外ということをね、世界に今 PR してますけども、そのような流れでね、外国人投資家が日本を買ってくるのかどうかと。 それがやはりね、日本株というのは海外のね、ニューヨークダウとカップリングしていますので、そのニューヨークのね、値動きに合わせて日本株がまた上がっていけるのか下がっていけるのかというのね、世界の金融と経済もちょっとね、買いつまみながら話していきたいと思っております。で、この番組ではですね、最近はちょっと毎日動画を上げることができないので、文字情報としてもね、チャンネル 登録者のね、コミュニティの方で、誰でも無料で見れますので、こちらでも毎日更新しておりますので、ぜひこちらの方を見てみてください。期間限定の動画などもね、あげておりますので、よろしくお願いします。 ということでね、えー、今ね、えー、日本の経済、今後ね、えー、まあ、先行き不透明にはなってきていますよね。まあ僕のね、まあ中長期の読みは、今年いっぱいはプラマイゼロか、ややマイナスで終わるんじゃないかなと思っております。まあこの辺の理由についてはね、えー、次の世界経済の方のまあニュースのね、動画の方で説明したいと思うんですが、やはり中国、それから米国ですね、どちらも非常に弱いですし、あのビル・ゲイツがですよ、 この後話しますけども、なんとですね、米国はリセッションするだろうということを予言したんですよね。なかなかビル・ゲイツがね、そんな大胆な発言することはないんですけども、まあ、彼でさえね、今の8%以上のインフレを抑え込むためにですね、 え、米国が金利を上げてくるってことは、やはり、えー、まあ、一経営者として、えー、経済に対するダメージは大きくなるだろう。それによって、えー、米国はね、リセッション入りするだろうということをね、えー、予言をしています。それでやっぱり中国が非常に気になるところで、トヨタがですね、えー、30%のマイナスということで、まあ、ちょ、トヨタはでも結構もう去年ぐらいからね、えー、まあ、プラスになったりマイナス発言をしたりとか、まあ、この原産のね、こういった、 予測って結構すぐ出しますよね。まあ、今回はね、えー、米国とか、まあ、半導体不足ではなくて、まあ、4月のね、えー、中国の新車販売ですね。えー、こちらの方が、 え、まあ減速をしているということになります。で中国はね、えー、非常に経済が低迷し始めています。これは、えー、コロナによるリセッションですね、が起こりそうだと。今ね、ロックダウンをしていますし、それからやっぱり構造的なね、えー、体質ですよね。えー、元々共産党というね、えー、まあその全体主義の中で経済を動かしてますけども、去年おとすぐらいまではね、そういった中国の全体主義のやり方って非常にいいと。民主主義よりいいんじゃないかと。 言われていましたよね、えー、実際にコロナの抑え込みもね、えー、やはり、えー、習近平は一言言えば、えーまあ、簡単にですね、経済よりも、えー、コロナの封じ込めを優先できるというそういった一等体制がですね、非常に有効に働いていると言われていたんですけども、ここに来てね、えー、コロナを抑え込めないと。 そして、え h、ーね、え n チャイナイズナンバーワンっていうね、考え方によって、他国、まあ、ファイザーとかのね、コロナを試験的に試したりとかね、トライアーエライをしてこなかったので、結局、コロナのね、発症を中国ワクチンじゃ封じ込められていないんじゃないかということがね、明るみに出てきてしまっていますよね。それ、こういったところの、そういわゆるね、えー、まあ、一党主義のそのリーダーが言ったことを、そのままね、えー、従順に、まあ、盲目的に従わないといけないということが、 ここに来てね、ワクチンの弊害、そしてロックダウンなどのゼロ対策ですよね、ゼロコーナーの弊害みたいな形に出てきてます。こういったことが後からね、出てくる可能性があります。その一つがやっぱり不動産バブルの崩壊であったりとか、まああの闇銀行ですよね。えー、まあその銀行の主要な取引でね、 では、えーね、お金を借りれないような、そういったね、まあ、貧困層であったりとか、中小企業に対して、まあ、闇銀行が今お金を貸し出してるんですけども、まあ、こういったこともね、えー、まあ中央政権はまあ今こう黙認をしています。まあ、これは習近平のね、えー、これは黙認しようという方針に近いんだと思います。も気づいてないということはないですので、まあ、こういったところをね、えー、やっぱりその構造的な、まあえー、まあ弊害であったりとか、あと今ね、えー、まあ民主化から、まあ、もう一回全体主義の方に こっちの方がいいんじゃないかと去年まで言われてましたので、結構習近平もね、自信をつけたと思うんですよ。そういうところでね、えー、例えば、えー、まあ、米国の上場をね、ちょっとこう、まあ、邪魔をしたりとか、まあ、アリババのね、そういったまあ、民主的な、まあ、自由な発言を、まあ、阻止したりとか、まあ、教育関連のね、えー、まあ、自由な、そういった民主経済を、まあ、あのー、 まあ、えー、止めたりとかですね。まあ、いろんな形で、えー、まあ、その、まあ、手を差し伸べてきています。習近平がね。これはやっぱ全体主義に対する自信を深めたからだと思いますけども、このような形でね、弊害が次々出ていると、全体主義のね、これがますます、その、あらゆる方面にね、 及ぶ可能性がありますので、結構中国はね、今後危ないんじゃないかなと。まあ僕はもう前々のね、えー、動画って言いますかね、えー、先月ぐらいからそれを話していますが、別にその中国ね、えー、危ない主義ではないんですよね。僕は中国株買っていましたし、えー、まあ20年、30年前までね、えー、非常に中国株では好調でした。チャイナバブルであったりとか、ただ、 この先20年10年とかスパンで見ると、いよいよね、えー、クラッシュが来てもおかしくないんじゃないかなとは思っております。まあ逆を言えばね、これまでの10年20年というのは人口ボーナス。まあ日本でいうね、88年バブルの、えーまあえー、まあ寸前ぐらいのイメージですので、正直習近平じゃなくても、誰が、ねえー、トップをやっても正直中国経済良かったと。 思います。これはね、えー、まあ、おそらく間違いではないんじゃないかなと思ってます。それなりの人がやればですよ。もちろん一党独裁のね、えー、ちょっとおかしな人がやってしまったらダメですけども。なのでね、まあ、幸運、まあ、ラッキーでしたよね。えー、ただ、えー、この後はね、正直誰がやっても、日本と同じような形で、多少やはり、えー、まあ、その中国の、 経済がマイナスに転落していくっていうのは防げないんじゃないかなと。これは構造的な問題。そして人口が減っていくっていう問題ですね。それからやはり先進国に対して中国はこれから先進国の仲間入りをしようとしてますけども、やはりこのジレンマですよね。えー、これ以上、その、まあ、なて言いますかね、その地球上でえトップのね、3%から5%の先進国に入るというのは結構難しいんですよね。これは、まあ マーケティングでもビジネスでも全く同じことが言えます。まあ、8対2の法則っていうね、誰もがまあ一度は聞いたことあると思うんですけども、こういった法則が成り立っていて、えー、やっぱトップ2%がもう完全に、えー、ね、えー、隔離してしまうと、残りの80%、8割はなかなか2割に入っていけないんですよね。革命とかね、えー、起こしていかない限りは難しいんですよね。YouTube もそうですよね。Twitter もそうですよね。えー、まあトップのね、2割が確定してしまうと、なかなかそれをクリ 切り崩すというのは難しいんですよ。まあ今ね、えー、世界の経済もこういった形で先進国でまあ2割占められていると。残りのね、 8割で、まあ、発展途上国とか中国とかインドとかが今追いつく行動が張っていますけども、なかなかこの構造的な、まあ、発展にの法則を覆すのは結構難しいと思っています。この辺のジレンマがね、い、えー、よいよやってくるんじゃないかなとは見ていますね。なので中国ね、住宅バブル、今ね、目前にあの崩壊が迫っていると僕は思っていますけども、なかなか住宅もこれ売れないということで、やっぱ中国国内のね、不信感もありますよね。これまで、ねえー、農村のある程度のお金持ちとか、上海、 はい、北京に住んでるような、まあえーまあ、ビリオネですねね送り人たたちはみんななこぞっってて、ね、中国の不動産を買っていましたなぜかというと中国の不動産の価格っていうのは上がり続けていましたし今後も上がり続けると信じ込まされているんですよねなぜかというと海外から、ね、ニュースが入ってこない彼らはずっと国内のニュースだけをひたすら見ていますもちろん、ね、ネット上では、えー、いろんな、ねえー、情報を、まあ、集めることができたとしても繰り返し見るのは国内のニュースなのでやはり さすがだ主導部と。さすがだ習近平と。この経済、日本の中国の経済は間違いないと。今後も5年後、10年後安泰だと思えば、じゃあ何を買うか不動産でしょう。ということで、えゴーストタウンにどん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 ね、えー、ビルが建っているにもかかわらず、マンションが建っているにもかかわらず、どん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 ,どんね、えー、そういったゴーストタウンの不動産を買い続けるってことが起こっています。これが、いずれですよ。いずれもうね、えー、買い手がつかないと。その不信。 の、えー、デッドスパイラルですよねこれが起こってもおかしくないとは思ってるんですけどもこれがねいよいよ起こりそうだとこれの一つのトリガーになったのが中国恒大なんじゃないかなと思っています中国恒大はねこれまで金持ちたちがこぞって買っていた不動産がねいまだにその竣工してでしていない状態ですのであれおかしいだろうとせっかくお金を払ってね えー、なんでまだ竣工、えー、をしていないんだと。あれっていうことを、えー、あらゆるね、えー、そういった、えー、中国の寺院の人たちが気づくとね、えー、今ね、えー、これ以上不動産を買うのはまずいんじゃないかというふうに、えー、思い始めますよね。そうするとさらにその周囲の人たちがあれ中国の、ね、不動産このまま買い付けたら資産にならない、負債になるんじゃないかと。これまでね、我々が聞き、 聞かされてきたことと全然違うじゃないかということでどんどん負のね、えー、これがあのデッドスパイラルですね負の連鎖が起こってしまうんじゃないかなと思っていますこれをどう回復させるかっていうのがまあ、習近平の、えー、まあ、腕の見そどころになるんですがまあ、そういった意味ではねロシアのこういったロシアウクライナ戦争というのが予想外に長引いたりとかしていますし、えー、これに対してね西側が中国に対して警戒心を高めていますよねこれがさらなるね、えー、習近平の足枷になるんじゃないかなとは思っています でね、えー、冒頭で話す通り、こんなね、えー、まあ流れの中で、かといってね、えー、日本も別にそんな良い,いとは言わないですし、えー、別に僕は中かなり中立に話せますし、別にどこをひいしたりとかね、えー、どこを持ち上げたりってことはあまりしないように、この YouTube 上ではしています。そうじゃなかったら日本もね、良くないですし、北田さんもね、えー、やっぱ軸がないですよね。まあ発言を変えたってことに対して軸がないなと。これは選挙をね、前にして選挙対策としてね、えー、日本を やっぱりね、えー、もう一度うね、投資大国にしたいみたいなことを急に出しますよね。投資家の人たちを優遇したいとかね。えー、まあ、あとね、イギリスに行ってね、日本を買いですとか、ね、岸座を買いみたいなことを言ったりとかってで。今まで言ったことと違うので、まあ軸がないなと思うんですが、そういった意味では日本もね、えー、まあ、その、うがうか忘られないんですが、一方でね、えー、米国もですね、 今8%のインフラになってますので、この後ね、それを沈めるために金利を急速に上げていこうとしてます。まあ今年1年間だけで2.75から3%ですね、の金利上昇にしようとしてますが、過去にこれぐらいのね、急速な金利上昇局面って、バーランキーかな ?FRB のね、議長のね、彼の時以外なかったと思言われています。僕の記憶上が確かであればね。で、その時は、 まあ、一旦調整に入った後、まあ、力強く米国株っていうのは上がっていきました。じゃあ、今回ね、同じような形で、まあ、ずっとね、ええー、まあ、その、一旦調整、今ちょうど調整入ってますので、終わった後、また一気に上がっていくかと。バーナンキーの時はそうだったんですが、まあ、うんまあ、今回はね、えー、逆に今まで上がってきたので、逆に上がりすぎたところ調整に入ってますよね。で、ここからさらに、金利を上げて、えー さらに調整を呼び起こそう。まあ、さらにね、そこを強めていこうという展開なので、やはりまあ下がっていく方が強いんじゃないかなと思ってます。で、それをやっぱ警戒して、ビル・ゲイツもですね、えー、景気減速で弱気派として今発言をし始めてます。まあ彼はドットコムバブルもね、えー、経験をしてますので、ドットコムバブルの時は、ナスダック株がもう一度ね、前回高値を更新をしていくまでに、えー、なんとですね、 14年間かかってるんですよ。14年間ですよ。ちなみに、日本はね、バブルを崩壊した後、もう一度元根付近に戻ってくるまでに、30年間約ですね、かかってます。まあそういった意味では、米国株の方が戻り早いじゃないかと言っても、14年ですからね、日本の約半分はやはり、やはりですよ、一度バブルが崩壊するとかかってしまうということなんですよ。じゃ今回、まあバブルかバブルじゃないかっていうのはちょっと置いといて、仮に同じことが起これば、やはりここから下落トレンドをりをして、もう一度ナスダック、かなりね、上昇高い位置にありますので、 これを更新するまでに新高値をね,ね14年かかるっていうことも別になくはないなとその辺は覚悟に、えー、しときながらですね投資戦略投資シナリオっていうものは組み立てた方がいいと思いますしやっぱりビリ・ゲイツもやっぱりね、えー、前回のドットコムバブルのそういった、えー、苦い思いを経験してますので、えー、その辺はもちろん警戒はしていると思いますね。 えー、で、まあ、ね、ビル・ゲイツがこんなね、景気後退予測をするっていうのは、まあ、あのー、一つね、えー、新しい情報としてね、我々は、まあ、えー、一つ、思考の中にね、えー、入といた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、我々も僕もね、いろんな23年間、えー、まあ、投資経験ありますけど、ビル・ゲイツがこういった発言をするって結構、めったにないですからね。 何かしらの思いがあるんでしょうとは思いますね。で、それからね、そういった今、ナスダックのね、えー、こういった調整局面非常にまあ弱いですよね。えー、前回高値からもう20%近く下がってると思いますが、ミーム銘柄にね、投資をして稼いでいたようなデイトレーダー。これは米国の話ですね。まあ、あの、ロビンフッターって言われね、えー、まあ新規参入したばかりの個人投資家を含めてね、こういった小型株集中投資ですね。で、お金を稼ごう。まあ、利益を獲得しようということで、まあ結構、 ブームになっていました、米国だと。日本もね、日本はちょっとね、まあ、その2、3年前までそれブームでしたけど、今はちょっと下火になってますよ。なぜかというと、ナスダックがあまりにも上がらないので <laughs>、ナスダックじゃない、ごめんなさい、あの、日本の新興株ですね。え今、名前が変わっちゃったんですけども、まあ、いわゆるね、小型株ですよ。 おーそういったものがね、一向に上がらないので小型、小型株集中投資をしていた人はね、逆に非常にダメージを食らって、もう,もうとっくに退場してる人も多いかもしれないですし、もう株なんか嫌だと思ってる人も多いんじゃないかなと思いますが、まあ米国もね、いよいよナスタックのこういった調整局面入りをにね、 えー、合わせて、えー、ここで稼いでいた人たちが大きなダメージ、もしくは今まで稼いだ利益をね、えー、全部吐き出しているような状態になっています。今こういった状況なので、えー、ますます、米国株のね、こういった個人投資家が撤退、あと大一緒、それからね、えー、退場ですよね、えー、させられるようなステージが、この後来るって言われてるんですよね。なぜだかまだなんとか、実は持ちこたえているっていう説もあります。 この後さらに下がると、いよいよこういった人たちが退場ですよね。えー、またおいしょ、お医者ということになってくる可能性があります。かなりお金を突っ込んでますのでね。そうなってくると、さらなるナスダックのもう一段下げってことが急速に起こる可能性がありますので、我々はまあ非常に警戒しておく必要があるんじゃないかなと思いますね。まあ非常にまあそういった意味では、米国間も非常に地合いが悪い。そして日本も、まあ先、えー、見通しが、まあ、 明るくはないと。まあ、北さんの発言はね、明るいですけども、そして中央株もかなり暗いということで、やはり、まあ、前天候的に考えると、やや厳しいと。まあ、稲妻が向こうの方で光っているというのは、まあ、えーまあ、私たち船,船乗りとしてね、一人一人が、えー、個人投資家という船乗り,船乗りですので、えー、まあ、しっかりと考えておいたが、まあし、ね、高校のその、 バランスをね、しっかりと考えておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、チャートの方を見ていきたいんですけども、え今日はね、600円、約700円近くのマイナスということになりましたね。 まあ、この6、2000、万六0のところがね、節目になってくると思いますので、今のところ2万8000と2万6000の、まあまあ、レンジと言ってもいいでしょうと思います。じゃあ、この辺をね、行ったり来たりを、まあ、あの、スイングないし、うねりですね。スイングというのは1ヶ月ないし、2ヶ月の、まあ、その短期トレードの中でのこのうねりを取ると。うねりというのは、まあ、この三6ヶ月ないし、12ヶ月の、まあ、上下のね、えー、ボックス相場を取るっていうのを、まあ、言うんですけども、僕なりにもあくまで見解ですけどね。まあ、そういうやり方が、まあ、今合ってるんじゃないかなと思います。上がれば、まあ、 適度に利学をして、言ってこいで下がってきたところをまた買い直すと。いい銘柄をですよお。そういった戦略が今一番合ってるんじゃないかなとは思っています。だから僕はね、えー、3週間前にもう理学をしていますよね。だ結構早かったですよ。もう3週間前に理学をして、今また下がってくるところを待ってるという形になります。この辺りは全部ね、まあ、動画で全てオープンにしますし、基本的には後から 後出しじゃんけんはしていませんので、まあ、間違ったら間違って、別にそれは僕のこの動画は、今僕は本当にやってることをね、ただ喜怒哀楽とともにシェアしてるだけなので、まあそれは今後ね、えー、大きな失敗も出てくるんじゃないかなと思いますが、まあそういった形で、まあ3週間前の動画を見てもらうと、えー、この辺り理覚をしてるという動画を上げています。 でね、今こういった形は2万6千円、2万7千円の間をね、まあしばらくもしかしたらレンジで進む可能性がありますし、まあ米国株がね、えー、やはりちょっと米よけ怪しいですから、うん、ナサックがね、えー、クラッシュをして、さらなるね、もう一段下げが、個人投資家がね、大、え、一、ー、を投げ売りをすることによって起こるんだったら、もう一度2万4千円ぐらいまで下がっていくっていうことも十分、まあ想定内に添えてもいいんじゃないかな。少なくともこの赤いラインですね、これも4ヶ月ぐらいずっと表示してますから、まあずっとこの、ーね、えー まあ、なりますテクニカルチャートのね、テクニカルの分析は効いてる、まあ、通用するってことになります。4ヶ月間ね。このダウントレンドはずっと維持されてますので、まだしばらくね、まあ、年内下がってい、行ったり来たりをしながらですよ。多少吹くことがあったとしても、まあ、年内下がるっていうこともね、えー、まあ十分あるんじゃないかなと思いますね。この流れでいくとね。まあそれはそれで、えー、我々は、えー、ね、安く買えるタイミングがね、訪れるっていうことなので、まあ、えー、現金、 ねえ、えキャッシュをね、しっかりと、おクリップをしてね、え保有率を高めつつ、え下がっていったところを、ま、勝負をかけるというのもね、えぇ、投資家として、えぇ、戦略の一つとしてね、視野に入れておいてもいいとは思いますね。ま、2万4000あたりがね、え短期の目線でいくと、ま、下値えラインかなとは思っています。で、この辺のね、えぇ、下値ラインを、ま、下値新鮮ですね、しっかりと意識しながら、え高いところで買いすぎずに、 え、戦っていくというのが重要かなと思いますね。先物はまた下がってますので、さらなるナスタックのね、一段押しということが起これば、ナスタックは今先行指数になってますので、米国の S&P500、ニューヨークダウンというものも連れ立って下がっていくと思います。そうなると日本株をね、えー、まあ、さらなる一段押しっていうのが起こってもおかしくないかなと。まあ、あとね、中国反戦指数かなり弱いのでね、中国も崩れていくということになると、まあ、えー、そう崩れということが、まあ、えー、 あってもおかしくないかなと思いますね。ここからで広く一般に講入された実際の決算の中からですね、高決算、高材料えー、材料が出た順にね、お届けしていきたいと思っておりますが、これだけの特別な材料はね、一切ないのと、技術の習得を目指す番組になってますので、その点はご理解ください。ということで、まずはね、今日3つ銘柄をご紹介したいんですけども、えー、材料が出た順で,ですね、山田電機さんですね、えー、1000億円のね、 一千億円ですね。自社株買いをしたってことで、まあずっとね、山田電機は株価低迷していましたよね。確かね、えー、まだビッグカメラの方が良かったぐらいですよね。株価のテクニカル的な動きを見るとね。で、ここに来て、えー、それをね、えー、まあ、なんとかしたいということで、一千億円でかなり大きいですね、えー。自社株買いを行ったということで、一気に上がりましたね。えー、プラス20%ってことなので、まあ、急騰、一時ストップだになったのかな、になっても、 だったと思いますが、まあ、かなりね、大きく上がりました。で、ずっとね、この下値400円のところはね、えー、下値をずっと、まあ、固めていた形だったので、えー、まあそういった意味ではね、えー、ここで、下値固めがされて、吹き上がったということなので、果たして今後どうなっていくかっていうところをね、えー、まあ期待したいなと。 というところでまあご紹介をしました。あと皆さんの方でね、チャートとか、えー、まあ、業績などいろいろ分析してみたら面白いんじゃないかなと思います。で、次でがね、えー、広瀬電機っていうこところで、えー、営業利益ですね、えー、46%の増ということで、まあいい決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。こちらもね、今日まあ多少まあ上がって、多く強く上がってますが、まあ 元々マイナス700円でしたからね、その中では逆高高ってことで上がっています。ちょっとね、後半を押されましたけども、でね、この節目をやはり切り、えー、上げて,吹,いて吹きましたので、そういった意味ではね、この短期ではこの下熱心線が強く意識された可能性がありますし、えー、このね、えー、トレンドが、えーまあ、維持されるんだったら、えー、1万9000円ぐらいまでね、えーまあ、上がっていっても、まあ、おかしくはないテクニカルの動きにはなっています。 まあちょ、そういうところをね、皆さんの方で、まあ、振り返って、えー、いや、こうではない。いや、その意見は違うみたいな形で、逆にコメントをもらえたら、まあ、僕は僕でね、えー、それは全て見てますので、えー、まあ、自分の参考にもしたいなとは思っております。あくまでテクニカル上の話ですね。で、続いては、えー、日本製工場かなえ、製工場ですね。こちら、子会社がね、えー、検査データを書き換えるってことでね、不正ですね。えー、 神戸製鋼所も確かありますよね。神戸製鉄かなうん。まあ、ありましたけども、こう、こういったね、えー、まあ、その、不正とかはね、えー、結構下がりますので、今回ね、えー、日本製鋼所もですね、一気にマイナス18%を安っていうことで下がりました。これがね、えー、どこで下げ止まるかっていうことですと、おまあ、業績そのものがね、 この後どれぐらいそのマイナス損益を出してくるかというところになってくると思います。仮にそれほどダメージがないんだったら、まあこういった時はね、帰、えー、って、えー、どっかでね、材料が出尽くして、えー、この歪みが解消されて上がっていくってことも考えられます。一方でね、神戸製鋼、えー、かな、えー、の場合は結構その後ね、えー、3年ぐらい、2年、2、3年かけて下がっていったということもありますので、まあ急にね、えー、まあ、 早め早めに出て、刺激してしまって、買ってしまうというのは危険ですけども、まあ、どこでね、えー、まあ、その、反転するのかというのをね、まあ、追いながら、まあ、その、勉強がてらね、いろいろこう、研究してみるのは面白いんじゃないかな、ということでご紹介させていただきました。今日もこういった形でね、まあ、日本も悪い、中国ももちろん悪い、米国も、まあ、ビル・ゲイツが発言するくらい、先行き不透明ということで、まあ、年内ね、えー、まあ、そういった意味では、まあ、特に苦しい相場がね、買い方にして、 だけで買い方にしてみたら続くんじゃないかなとは思っていますのでまあ、引き続きね警戒をしていきたいなと思っておりますそれでは今日は以上になります高速で GO